SBS ラジオ週刊シャベレーザー、ここからはこちらのコーナーに行きたいと思います。ワウワウドラマ本当にあるのはどっち。はい、リスナーの皆さんから2つのドラマの概要を送ってもらいます。一方は実際に現在ワウワウで配信中のドラマの概要、もう一方はどこにも配信されてない架空のドラマの概要。2つのドラマのうちどっちが本当にワウワウで配信しているドラマなのかを我々が予想します。はいはい、さあ予想するぞ。ラジオネームホテイヤさん、ギバーテイカー、中谷美紀主演、どんな理由があろうとも殺人は許さない。かつて娘を惨殺された元教師の刑事が猟奇殺人犯と死闘を繰り広げるクライムサスペンス、ギバー一家、勝俣邦和主演、どんな理由があろうとも声を張らない芸能人は許さない。かつて芸風を金ちゃん至上主義に変えられた元一世風靡のメンバーが一世風靡セピアのメンバーとダウンタウンデラックスでトークバトルを繰り広げる。さあどちらでしょう。じゃあダウンタウンデラックス、ね、いや引っかかな、いや危ない危ない、引っかかるところでしたね。これどっちかな。ダウンタウンデラックスで、ワウワウのワウワウのドラマですよね。ワウワウのドラマなんですけど、一世風靡のメンバーたちが一世風靡セピアのメンバーとダウンタウンデラックスでトークバトルを繰り広げる。何話あるんだろうな。一応なんか6話とか8話が配信されてるんですよ。勝俣さんがね、かっちゃんが、ギバちゃん、相川翔さんたちとね、うん、声を張らない、声を張らない芸能人は許さない。どっちだと思います。いやこれは難しい ね、 ね、確かにな、ギバーテイカーってなんか意味わかんないもんな、ギバーテイカー。うん、まあギバ一家はなんとなくね、まあそうギバちゃん一家ってことだもんね。ギバーテイカー、ギブする人とテイクする人、まあそう、まあギブ&テイクの関係ってことだ。なんかな、どっちもどっちだな、ちょっとどっちもどっちだ、どれぐらいですよね。ちょっとなんか今のところ、まあ中谷美紀さん全然、ああ面白そうだな、はい、アクションバトルか、まあ、中谷さんがアクションバトルか、まあ確かに、そう中谷さんとアクションバトルっていうのがちょっと、それに比べて勝俣さんとトークバトルっていうのはすごい親和性が高いから、どっちなんだろうな。ダウンタウンデラックスで、うん、ダウンタウンデラックスでってしなくても別に良い気はしますけどね。いやいや、良い気がしますが、いやそうなんだから。あ、そうかそうか。いやでもダウンタウンデラックス、うん、ダウンタウンさんも出てるってことですもんね。もちろん、はあ、ダウンタウンデラックスですから。ダウンタウンデラックスギバー一家、改めダウンタウンデラックスですから。そうですよ、じゃあダウンタウンデラックスじゃん。さあこれどっちなんですかね。いやギバーテイカーですかね。ギバーテイカー、はい、中谷美紀さん主演のギバーテイカーでよろしいですね。はい、はい、正解は、正解はこちら、どっちだ、ドン、あー中谷美紀さんギバーテイカー。そりゃそうだよ。1月22日スタート、来月ですね、前後は、累計発行部数1000万部超のライフの末延恵子先生による第二の衝撃作ライフ2ギバーテイカーを原作にした連続ドラマギバーテイカー、本格クライムサスペンスでございます。すごいわ、なるほど。あ、残念ながら一世風靡のメンバーは出てない。一人も出てない、出ておりません。漫画原作なんだ、めっちゃ面白そうじゃん。ライフすげえ面白そう、面白そうですね。ギバー一家はそっかないんだ、なんかね、もしかしたらスピンオフバージョンでないかな。ギバー一家、ただね、まあ、普通にギバー一家は、うん、ダウンタウンデラックス1年間見たら1回ぐらいあるからね。ダウンタウンデラックスなんですよ、それ。あるからね。でギバー一家が出てない時も勝俣さんが大抵ギバー一家の話するからね。翔さんととかするからね。あ、なるほど。わ、これはいい問題でしたね。これは悩みが、悩むな。これは難しい問題でしたね。あ、面白そうですね。うん、ギバーテイカ、ラジオネームキジちゃん35、ドラマ密告は歌う、警視庁監察ファイル、警察の中の警察、警視庁人事一課監察係、本当の裏切り者は誰か、警察官たちの誇りと意地、権謀術策が激しく交差する緊迫ハードボイルドサスペンス、うん、あ、主演東京の松岡さん、
ドラマ三つ子は歌う青春謝罪ファイル。夢見る女子高生三つ子のこれって合法違法ギリギリ法に触れない恋愛事情。違法だったらどうもシャーセンで舌ですり抜ける青春ストーリー。主演響長友さあどちらなんでしょうか。まず前提として言いたいのが1本目に正解起きすぎ一応ね分かりきってるけど迷いたいは迷いたいんで我々まあね1本目を振りにしないとパロディができないっていうシステム上しょうがないんですけど一応クイズなんで全員1本目、うん、まあどうですかね。みつこは歌うどうも幸せんでした。どうも幸せんでした。面白そうでありますよね。そうですね。面白そうですね。全然ありそうな方かっていう。長友さん今ね九州でラーメンチェーンをやられてるでおなじみ響き長友さん。そうなんだ。さあどっちですかね。松岡さんか長友さんか。どちらなのか。まあ話でも違法か合法かギリギリの恋愛事情。って違法だったらシャーセンで違法だったらシャーセンでもうすり抜けるで違法だったらどうもシャーセンでしたですり抜ける青春ストーリー青春ストーリー、うん、今作っていや青春感が一個もないんだけどねすり抜ける、うんね、さあどうなんでしょうか。ういやじゃあみつこは歌うでよろしいですか。みつこは歌うにしますか、はい、あなるほど。みつこに歌うにします。正解はみっこが歌う。ああ惜しくも惜しくもでございました。惜しくもそっかみっこが歌うのですね。そりゃそうだろ、そりゃそうだ。大橋明さん出てる。大橋明さん、あーすいません明 100% さん、あー明 100% さん出てる。あってことはじゃあまあ、近かったんだ。まあ、近いかな。近いっちゃ近いわあいいとこまで行ったんだ ね、 ソニーですかね。ソニー、あ、まあ、ユミキさんがもともとソニーだっけ。ソニーじゃん、これ今違うビクターかとかじゃなかったっけ。そうですそうです、なんかそうビクターとか変なとこいるんだよね。ビクターです、珍しいところにいるんだ今。なるほど、うわこれはちょっとね難しい問題でしたね。間違えちゃった。あ間違えがち、楽しいですね。どちらもありえるドキドキした。ギバー一家、ギバー一家勝俣邦和主演どんな理由があろうとも声を張らない芸能人は許さないそんなことないと思うけど。かつて芸風を金ちゃん至上主義に変えられた元一世風靡のメンバーが一世風靡セピアのメンバーとダウンタウンデラックスでトークバトルを繰り広げる。何なん、何言ってんだよ何言ってんだよ何を読ませてんだよ私たちには。ダウンタウンデラックス、あすごいいいな、めっちゃいいな。ダウンタウンデラックスのあてらにこれ書いてほしいぐらい面白いな、はい以上です。以上でございます、はい、さあ今日メールに来た本当のドラマギバーテイカー、そして密告は歌う、こちらワウワウオンデマンドで、配信中でございます。まあ、ギバーテイカーの方はもう新作ですからね。来年1月22日からでございます。他にもオリジナルドラマ約200作配信中なので、ぜひワウワウドラマ楽しんでみてください。ということでワウワウドラマ本当にあるのはどっちでした。